はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、メタルファイトベイブレードのグラビティペルセウスです。はい、ということで前回ですね、このメテオエルドラゴ紹介した時にこっちも買ってますということでお知らせしたと思うんですが、ようやく開けたいなと思います。はい、これは両回転ベイだね。すごい。はい、じゃあ早速開けてみましょう。うん、おごっついランチャー入ってる。すごい。いろいろセットしていきましょう。はい、はい、ということで完成しました。こちらがグラビティペルセウスだね。うん、これかっこいいね。すごいね。独特しいデザインになってるね。うん、雲の目みたいな。ここら辺もう完全に雲っぽいね。そうボトム側は紫色になってるね。おお、すごい。割とね、重いベイだよ。うん、今はですね、カウンターモードっていうのがあります。うん、もう一個ディフェンスモードっていうのがあるね。はい、こちらが付属していたベイランチャー LR ですね。うん、はい、こちら側が骨目引っ掛けるような感じになってるんだけど、こう引くでしょ。うん、でこれが右側よ。うん、で左側するときはこうガチャ。そう、外すとこちら側に左側の引っ掛けるところが出てくるんだね。うん、でこのままだと引けない。素晴らしいこの作り。うん、そして反対側に同じカバーをセットすることで。こっちが動くようになると。すごいね。面白い、こういう作りだったんだね。うん、ではグラビティペルセウス、まずそのままシュートしてみてください。はい、まずは左、右、まだ右。はい、ゴーシャッ。おお、これディフェンスじゃなくてカウンターモードなんだよね。うん、こういう動きなんだね。続いて左回転お願いします。はい、ゴーシャッ。あお、ちょっと違うかなと思ったけど、やっぱり同じ風に落ち着いたね。 OK、 じゃあ今回はこのグラビティペルセウスエシンクが使ってください。はい、じゃあまずパパはこちらのダークボルフ使います。僕は右回転でいきます。最初は C2 は5C。 おっと、あ、久しぶりなんかこういう対決。あー、負けた。 C2 は5C。 あー、またスタジアムアウト。3、2、1、5、頑張れ。ああ、両者スタジアムアウト。続いてヘルケルベックスでいきます。はい、僕は左回転でいきます。はい、3、2、1、5、よっしゃー。3、2、1、5、おっしゃー。スタジアムアウト。3、2、1、5、いけ。もう一回スタジアムアウト、いったれ。オッケー。続いてストーンペガシスでいきます。はい、3、2、1、オッケー。おっしゃー。3、2、1、オッケー。おい、あー、水からスタジアムアウト。3、2、1、オッケー。おい、強い攻撃。あー、続いてファンタムオリオン BD でいきます。はい、僕は右回転でいきます。C2は5C。 おぉ、さあどうなる。おぉ、すごいぞ。おぉ、すごい、激しい。おぉ、どうだ、頑張れ。すごい、いいね、いい戦い。スタミナ。オッケー。 C2は5C。 おっし。おぉ、すごい。おっしゃ、3、2、1、押して。おぉ、怖かった。はい、続いてメテオエルドラゴでいきます。これ左回転で、僕も左回転に変えます。左対左。3、2、1、押して。おっ、3、2、1、押して。あ、しまった、やっぱな、自滅すんだよな。C2、1、5、よし。じゃあ最後はこれでいきます。みんな大好きビッグバンペガシスでいきます。はい、僕はこの右回転でいきます。 C2、1、5、まあ、みんな大好きっていうかパパが大好きなんだよね。そう、かっこよくない？だってビッグバンペガシス。よし、いいぞ。そしてファイナルドライブがある。きた、ファイナルドライブ。当たらない。よし。ここで一発カツンと行かない。いけるか、どうだ。よっしゃ。嘘でしょ。 3、2、1、おっしゃ。おっ、まだ粘るね。
よし、はいはいはい、まだファイナルドライブが残った、今しちゃったからね、ファイナルドライブだ、今しちゃったね、ファイナルドライブ、当たらなければ意味がない、よっしゃー、 3、2、1、押してどうだ、おっしゃー、おーおお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 はい、ということで今回はメタルファイトベイブレードのグラビティペルセウスでした。ということで今日の動画が面白かったなと、気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そしてチャンネル登録もよろしくね。ということで最後は左回転だったんだけど、うん、圧勝だったね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ、バイバーイ。